寄付を行ったのは石巻市内に支社がある太陽生命保険で、今日は担当者が斉藤正美市長を訪ね、震災伝承活動に活用してほしいと100万円の目録を手渡しました。これを受け斉藤市長から感謝状が送られました。この会社では復興支援を継続的に行っていて、石巻市に支社がある園などから寄付を決めました。健康で豊かな暮らしの実現に向けて取り組んでいるんですけれども、石巻市さんの取り組みというのはそちらにも合致するもので、今回寄付をさせていただくことになりました。企業版ふるさと納税を活用した石巻市への寄付は今回で91件、総額は5760万円に上ります。